にちは。私が一人でボソボソ話す Vlog、 今日もいい一日でしたです。今日は、はい、何の今日はね、チャンネル登録100人おめでとうの回です。おめでとうございます。ね、100人ですよ。100人もいいですね。世の中には100万人とかのチャンネルもあるんですからね。そう言え思えば100人かかもしれないけど、まあでもこうやってなんかボソボソ話しているのを100人の人が見てくれてると思うとね、決してそれは小さなことじゃない。はい。てか100人以上の人見てる。そうですよね。ですね。ので、うんうん、ありがたいですね。はい。はい。いつもありがとうございます。で、今日は、はい、イベントがあるんですよね。100人登録記念ということで、シカゴの、バイオリン奏者のアキさんが、私のエレキギターと一緒にコラボしてくださった演奏をお届けします。はい、はい、だからね、あかりちゃん前回の動画に関して一言コメントがあるとか。はい、前回の見てて、前回はヒルタリン、新学生の、あのビデオレポート、6でしたよね。6だったんですけど、見てて、あの本当はその大学生の時に実は私ケチでしたなんてあんまり言わないと思うんですけど、でもそういうのもさ、全部自分で晒して晒したね、言ってたのがすごい勇気があるなと思って、私は言えんなと思って、それですごい感動しました。はい、はい、はい。今回なんか映りがなんかね、モニター見ると、はい、普段よりちょっと違いますね。違いますね。どう違いますかね、これは。ちょっとヴィンテージっぽい感じですね。はい、実はあのレンズがヴィンテージです今回。おお。はい。タクマの50ミリかな。55ミリかな、うん、1.8 です。はい。はい。で、マイクロフォーサーズなので、2倍、うん、だから100ミリか110ミリ 1.8 になってるんですけど、まあ、コーティングも古いし、うん、まあ、設計も古いしなので、古い感じの映りになってます。はい。これも100人記念だからですか？いや。関係ない、関係ないですね。たまたまです、うん、はい。でもこの後ろのね、ラジカセがちょっと今、ラジカセ今ちょっとね、はい、ですね、はい、はい、これがヴィンテージですね。もらったんですけどね。あ、もらい物なんですね。もらい物、大体写ってるものはほぼもらい物ですから。あ、ここにいろいろ写ってるもの全部、大体あかりちゃん以外は大体もらい物、私以外、はい、です。はい、ショーンに至るまで、これももらい物ですかね。はい、羊のショーンです、うん、アニメやってます。多分今やってるか知らんけど。どうですか、100人の登録者をいただき、まあ動画自体は今までね120ぐらい出してきて、うん、はい、そのうち半分は多分あかりちゃん出てますから50回以上、どうですかね、ここまで歩んできて振り返ってみて何かありますか？うん、Vlog 撮るのは楽しいって私自身思ってるし、あと過去の回を私時々見るんですけど、そうするとすごい勉強になります。今はもう忘れちゃったけど、過去にこういうこと悩んでたなっていう時があったり、見てたらあって、それで、あ、そっか、こういう時にはこうすればいいんだとか、あ、そっか、こういう恵みがあったんだなとか、気づくことが多くて、過去回を見るのはおすすめです。私も何喋ったか大体忘れてるんで、はい。じゃあ、見てみたいと思います。はい。はい、
ぜひぜひ。しばらく今後第5波の感染拡大で今までにないぐらいの感染状況になると思うんですけど、まあ、ステイホームを余儀なくされる場合、暇な時に、暇な時に Vlog の過去回を、はい、おすすめですね。はい、はい、おすすめです。あとまあリクエストとかあれば言ってください。まあ、100を超えたので登録が、はい、ちょっと新しい企画というかね、としてはい、ちょっと支局を作ろうかなと。支局、はい、Vlog の、うん、放送局をもう一個、はあ、はい、ああ、はい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 、どちらに？カナダです。カナダですね、はい、バンクーバー、バンクーバー、バンクーバーに特派員を、はい、送りました。送りましたね。今ね飛行機乗ってね機内食食べてますね。機内食食べてますね。うん、オレンジジュースの香りしてますね。見てないのよ。流暢な英語で頼んでますね。はい、キャビンアテンダントさんに Excuse me とかって言ってオレンジさんもいっぱい言ってるでしょうね。そんなキャラではないよ、うん、あので、カイリ君をこの Vlog のために Vlog のために派遣しました。派遣もしくは留学のついでについでに Vlog もお願いしたという場所が、はい、近いうちに。ですからあの、ね、今日もいい一日でした、in バンクーバーバンクーバーをお届けしたいと思います。これは楽しみですね。楽しみです。うん、リュウちゃんを東京に送ったら進学校からね、うん、ビデオレターが届き、はい、カイリ君をカナダに送ったらバンクーバーからお届き、ね、本当に人遣いが荒い、はい、そんなことはないです。ないですね。はい、輪が広がってますね。はい、はい、じゃあやってみましょうか。あのバイオリンとギターの、はい、どんなんでしょうね。どうなと思いますか。うん、とても素敵だと思います。ですかね。はい、はい、じゃあちょっと今見ようか。はい、はい、このまま見よう。このまま、はい、thank you.
はい。はい。どうですかね。まず、はい、バイオリンとギターでその賛美歌演奏できるんだっていうのが驚きました。できてたんですかね、あれは。まあ賛美歌詳しくないからいまいちあれかもしれないけど、なんかお金持ちの素人の人が何かを勘違いしてお金に明かせて無理やり楽団にやらせたみたいな感じそんなことはないです感じでしたけど。いやいやいや、アキさんいいですね。あのバイオリンいいね。いいですね、バイオリンいいね。うん、あんな感じのね、あれ三つ子じゃないですかね。三つ子アキさん三つ子じゃないですから。お一人ですよね。ご本人がああやってやってらっしゃるんですけど、すああいう動画をいろいろ上げてらっしゃるので、はい、概要欄にアキさんのチャンネル貼っときますので、はい、ぜひフォローしましょう。はい、しましょう。いやーね、ひどいもんですよあのギターは。そうですか。ヤマハのヴィンテージギターをね、あそこまで素人が弾いた動画はないですね、はい、世界で、うん、ないです、はい、唯一無二ですね、うん、あんなにいいギターをあんなにあの初心者が弾くのに、さらに、弦楽30奏にコラボしてもらった動画はないです、うん、そういう意味ではもうね、本当に超珍しいレアな動画でしたね、うん、やらかしましたね、うん、何やってるんだっていう感じですが、それがまた味があって味があってうん、チャンネル登録200人になったらやります。もう一回、はい、もう少しあのブレーキの練習をして、はい、秋さんにお願いして、はい、また別の賛美歌を。賛美歌でいくんですね。賛美歌でしょう、そりゃ、はい、ワーシップソングかもしれないけど、まあ、うん、とにかく神様を称えるやつをね、はい、やりたいと思います、うん、ちょっとあの感想欲しいですね。感想、うん、コメント欄で。そうですね、うん、欲しいですよ。よろしくお願いします。お願いしますとか言いならもうね、チャンネル登録110何人になってますからね、確か、はい、200人は年内には行くんじゃないかな、はい、おそらく、うん、それを見て来てくださる方もいるし、はい、そうです、そうですね、うん、はい、あ、バンクーバーチャンネルがね、バンクーバーチャンネル来れば登録増えるでしょう。そうですね、うん、海外旅行した気分になれる人もいるのかな、うん、あのバンクーバーの美味しいお店とかね、ああでも撮影局がいるんじゃない、うん、とかバンクーバーの大自然とかね、あ大自然、ドローンとかで、ドローンね、うん、ドローン10台ぐらい飛ばしてそれの各角度から撮るとかね。カイリ君そんなにお金持ちじゃない。カイリ君がスノボをしているのをね撮ってもらう。シュッと飛んだ瞬間にピタッと回ってグーッと回るみたいな、あれだよね、なんかね。いや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 、特殊技術を使ったりして無理がある、無理がありますかね。ちょっと無理があります。4000メートルぐらいのさ、山のてっぺんからね、海里くんがスノボで決死のもうライディングをするの、怪我、 GoPro で撮るとかね。怪我する、怪我した方が多分あのほらガーンと伸びるから回数とかカイリ君のあのイケメン像が壊れていく、もうなんもなんか危険を犯すことに喜びを感じるような感じして、うん、っていうのは別に目的じゃないんで、私たちのこの Vlog は、はい、何のためにやってるんですかね、これ一体。伝道のため。伝道ですよね、イエス様のことを伝えたい、はい、とやっぱりこのステイホームがねある時に、教会の方とか、キビ教会の礼拝でご一緒されている方とか、まあ、私たちの教会と何らかの関わりある方たちに、ちょっとしたバラエティー。バラエティー。バラエティー。うん、そしてまた、御言葉の、うん、良さ。みたいなのを、ちょっとお届けできればもう、それで十分かなと。りえちゃんの回は、だいたい回数多いんですよ。はい。だいたい多くて、多分、カイリ君とリエちゃんとで、そうですね、どんどん上がっていって、上がって
そこに私たちでね、御言葉をこう、そうですね、お届けできたらいいですよね。うん、はい、ということで、これからもよろしくお願いします。では、あなたにキリストの祝福がありますように。